徳山駅前にぎわい交流施設集団私立徳山駅前図書館のオープンです。どうぞ。周南市の JR 徳山駅に2月3日カフェや書店を併設する徳山駅前図書館がオープンしました。レンタルビデオ大手のカルチュア・コンビニエンス・クラブが管理運営を行う施設で、駅と直結した利便性を生かし年間120万人の利用を見込みます。図書館エリアには料理や旅行、健康など生活に身近な本を中心に約6万点、書店エリアには新刊本や雑誌、コミックなどが並びます。また1階には周南エリア初進出となるスターバックスコーヒーが出店し、多くの人が列を作りました。館内には550席を用意し、全席コーヒーを飲みながら読書を楽しむことができます。駅前にこんなにたくさんの本がある楽しい図書館ができて、これで文化の発信地になるといいなと思っています。オープン初日は1万8000人が来場し、にぎわいを見せました。以上、周南経済新聞でした。